さあ、今からね、古賀インターで降りまして、目的地に向かいたいと思います。ここの ETC レーンね、カーブしとるから難しいのよ。もっとタイヤこすらんように。ここ反対側。ぐらい渋滞しとるな。なんでやろう、高速道路入れなくなっとる。なんかあったんかな、通行止めかな。さあ、とりあえずね、今日は今から福岡県の箱崎ですね、箱崎ふ頭行っていきたいと思います。とりあえずね、ここがインターで降りて海の中道大橋をね通るルートで箱崎向かいたいと思います。久しぶりにこのルートで行くな。さあ、とりあえずね、今から箱崎向けて走ります。さあ、当配完了しまして、まだまだ仕事が残っております。ちょっとね、今現在14時ですね、2時。もうね、12時ぐらいからさ、コンビニ探しとるんやけど、コンビニがね、どこも満車でからさ、入られないの。ねえ、コンビニ満車で入れんかった。さあ、とりあえずね、ここは九州道ですね、九州道の岸パーキングエリアですね、岸パーキングエリア。ここでなんか買ってこよう、なんかお菓子かおにぎりかなんか買ってこよう。さあ、とりあえずね、ちょっとお腹がペコペコなんで、今からね、何か買っていきたいと思います。お腹すいたわ、もうお腹ペコペコ。よいしょ。はい、今日もね、寝床へ到着しております。寝床へ到着。今ね、ちょっとね、すすを焚いておりまして、若干ね、エンジン音がうるさいですけども。今からね、晩ご飯作っていきます。さあ、今からのんびりしよう。さあ、今日もね、このお気に入りの炊飯器でね、お料理作っていきます。まずはこの中にね、鶏の手羽先です。そしてお野菜、野菜炒め用の野菜。そしてこの中にね、まだ材料入れる、ジャガジャーン、牡蠣です、生牡蠣ね、加熱用の生牡蠣ですね、これも入れていく。2割引きやからさ、しっかり火を通そう。水ですね、ここに水を入れていきます。こんなもんかな、あとは炊いていくだけ。これはね、12V、そして 24V 両方いけちゃいます。最近のね、お気に入りの調理グッズになっております。オッケー、ピー、標準で炊いていこう、標準でね。オッケー、あとは待つだけです。美味しくできますように。さあね、あとは待つだけになっております。完成までどれくらいかな、これ沸騰するまでね、沸騰するまで15分ぐらいかかるんですよ、15分。やから1時間ぐらい1時間ぐらいね、置いときます。放置プレイです。放置プレイ、1時間ぐらい放置プレイしておきます。さあ、開けてみよう、どうなっているのか。さあ、できているかどうか、
結構ね、1時間半ぐらいね、1時間半ぐらい放置しております。できとると思う。さあ行きます、行きます。あ、美味しそう。あ、まだグツグツなっとる。ちょっと味見してみよう。牡蠣もすごい柔らかくなっとる。鶏よな、鶏。器がないんでね、お豆腐の器ですね。さあちょっと食べてみよう。とりあえず味付けなしで。うわ、ほぐれる。うわ、ほろほろ。すっごい、すっごいトロトロになってる。いただきます。熱っ。飲める、飲める。この手羽先飲める。あった。ほろほろ、すぐ身が取れちゃう。決まったような牡蠣も、牡蠣です。うまい、牡蠣もうまい。牡蠣もトロトロになってる。めっちゃ柔らかい。煮込みすぎたぐらいや。煮込みすぎたかも。これぐらい柔らかい。めっちゃトロトロ。今日はね、この水炊きを食べてのんびりしたいと思います。おやすみなさい。